チョコレートも食べたい。でも、どうしよう。チョコレートも食べたいのに。待って待って、食べちゃダメだよ。今日はもう甘いものいっぱい食べたんだから、我慢しなさい。ぽよぽよボディになっちゃうし、健康的にも良くないよ。そっか、そうだよね。どうしよう。ねえ、食べちゃいなよ。食べたいって思った時に食べるのが一番美味しいんだよ。食べることって幸せじゃん。幸せを感じて何が悪いの？逆に今我慢することによってストレスが溜まって、それこそストレスでやけ食いしてぽよぽよボディになっちゃうぜ。そっか、確かに今我慢したら多分何か食べるまで気になっちゃうと思う。ストレスは大敵だよね。そうだそうだ、ストレスは良くない。食べちゃえ食べちゃえ。ダメだよ、ちょっと悪魔さん邪魔しないで。あなたも見てたでしょ、さっきこの子クレープ食べてたのよ。あへへへへ、だって美味しかったんだもん。あんたこそ邪魔しないでほしいね。シロのストレスが溜まったら俺もストレスが溜まるんだよ。つまりあんたの意見が通ったら二人がイライラすることになるけど、俺の意見が通ればイライラするのはあんただけだ。2対1で俺の勝ちだな。あなたのへりくつはいつも聞いてて飽き飽きするわ。私は将来を考えて言ってるの。今しか見てないあなたたちはいずれ後悔するわ。目先のことだけ考えて生きてると痛い目に遭うわよ。シロも早く大人になりたいでしょ。大人はちゃんとこの先どうなるか考えてから行動するのよ。でもだって、将来のこと？呆れたぜ。じゃあ言わせてもらうけどよ、もしシュークリームが明日この世から消えたらどうする？もう二度とシュークリームは食べられなくなるんだぜ。それだったら今食べておかないとまずいよな。そう考えると人生最後のシュークリームだと思って味わった方がいつもより美味しく食べれるんじゃねえか。将来のことを考えるって言うなら逆に今食べるべきだ。シロ、さあ食べるんだ。ダメよシロ、考えて。欲望の赴くままに、さあ食え。今回の結果、悪魔シロの勝利。ねえ、食べる？いや、俺食べれないし。知ってる、あげない。